ろしくお願いします。ちょっとカメラの位置が、はい、大阪からですか、なんかバスかなんか消えますか。今回は飛行機で初めて来ました。すごい、はい、当てましたね。ちょっとね、1時間くらいで爆睡してたら、そうキャビンアテンダントさんに起こされて、で、連れてますよって言われて、周り見たら誰もいなかったです。え、そうなんですよ。最近ね、もうひどくて。これひどいですね。そうなんですよ。さっきのお兄ちゃん、受験勉強で相当凝ったんですけど、はい、それに勝ると本当にない。勉強したんですか。あ、勉強してないですね。え、何が入ってるんですか。ね、なんですかね、今まで。久しぶりに行って、もっとなんか久しぶりでもいいねぐらいの。
人っていうのは肩甲骨も硬くなりすぎて吐き気したりこの辺からこの辺までがもうピッて、うん、ここは若干ね、やっぱりね、ちょっと弱いのかな、だからちょっと疲労感があるし、あとこういうの肩の前の方が硬くなっちゃった、ここを伸ばしつつ、はい、あの子すごいと思ってねって言われれば、そしたら
分のね、見せ方で。それぞれ個性をつけて、ね、この曲のように過ごしてくれてるから、それを、まあ、入れて自分らしく生きていけたらいいんじゃないかなって。そうですよね。中にはね、やっぱりいろいろ請求しちゃうしね。それをそれでいいと思う。いろいろ話してくれば、すごい自信持てるから、いいかなって。そうそうそうやっぱりね、自分のことをやっぱり好きにならないと人にそれが伝わらないですよ。不景気の不景気の人はね、俺はアメリカ、俺はもう日本の大統領になるんだって考えてるくらいの方が疲れる。自信なかった、でも全然自信なかった時が、今もそんな自信ないんですけど、下向いてこうやってあげてたんですよ。何なんかもう、部活してたんですけど、部活して上向いて歩けって言われて、で、上向いて歩き出してから、どんどん周りの景色でも見えるようになってきて、すごい、なんか、あ、こんな感じの人もいるんやって、いろいろ見えてきて、すごい楽しくて。ちっちゃかったらもうね、大変ですよね。
ピンポン玉ぐらい。これぐらいはないと。
のうちに磨くんですよ。はい。またこっち来た時よろしくお願いします。ぜひお願いします。ありがとうございます。